火星人、ゴーホームの挿絵に描かれたリトルグリーンマンリトル、グリーンマン、または複数形のリトルグリーン面ンは緑色の肌で、場合によっては頭にアンテナがついている小さな人型の宇宙人のステレオタイプの描写である。この用語は飛行機や機械装置にいたずらをする妖精のグレムリンについて使われることもある。今日の宇宙人のステレオタイプは、 グレーと呼ばれる肌が緑色ではなく灰色の姿で描かれることが多い。1950年代の空飛ぶ円盤に関する報告により、リトルグリーン面ンという言葉が宇宙人を呼称する一般的な用語になった。1955年のケリー・ホップキンスビル事件では、ケンタッキー州の二人の男性が身長が4フィート以下で光沢のある銀色の人型の宇宙人との遭遇を 語った。しかし、多くの新聞記事では、目撃者の証言からかけ離れて、リトルグリーンメンという言葉を使用していた。アーサー・アーレオザガットの小説ドリンク・ウィー・ディープでは、宇宙人がリトルグリーンマンとして描かれている。この言葉の使用例は、1955年の事件以前からある。例えば、イングランドでは、リトルグリーンメンという言葉は、12世紀のウール・ピットの 緑の子供にまで遡る。しかし、この言葉を宇宙人に対して最初に使用したのがいつなのかについては断定が困難であった。民間伝承の研究者、クリス・ウビックは過去の新聞記事を電子検索し、20世紀頃から緑色の宇宙人を指す数多くの例を見つけ出した。ウビックは1899年のアトランタ・コンスティテューションから グリーンボーイフロムフラーという小さい緑色の肌の宇宙人についての記事を見つけた。ここでフラーとは別の惑星、おそらくは火星のことである。エドガー・ライス・バローズは1912年の彼の最初の SF 小説、火星のプリンセスでグリーンメン・オブ・マーズとグリーン・マーシャン・ウィメンに言及している。しかし、その身長は10から12フィートであり、とてもリトルとは言えない。 リトルグリーンマンというフレーズを宇宙人について最初に使った例はウビックがデイリー・ケネベック・ジャーナルの1908年の記事から発見した。この例でもやはり火星人である。1910年にはイタリア南東部のプリア州に墜落した宇宙船からリトルグリーンマンが捕獲されたとされていた。緑色の宇宙人はすぐに 一般的な地球外生命体の描写となった。1920年代から1950年代にかけての SF パルプマガジンの表紙にはバックロジャーズやフラッシュゴードンが緑色の宇宙人と戦っている絵がよく使われた。地球外生命体の宇宙船とリトルグリーンマンを具体的にリンクさせた最初の文書の例は1938年10月31日の オーソンウェルズの有名な宇宙戦争のラジオ放送について、その後に起こったパニックを風刺する新聞記事である。コーパスクリスティコーラータイムスの記者、ビル・バーナードによるコラムは、水星からの13人の小さな緑色の男たちが、昨日の午後遅く、コーパスクリスティの親善訪問のために、クリフ・マース・フィールド空港で宇宙船から降りた。という書き出しで始まり、 そして13人の小さな緑色の男たちが宇宙船に乗って飛んでいったという文章で終わる。この用語が特に説明もなしに使われていることは、これが宇宙船内の地球外生命体に適用された最初の例ではないことを示唆している。1946年にハロルド・シャーマンはザ・グリーンマン A ・ビジター・フロム・スペースというタイトルのパルプ SF 小説を出版した。 表紙のイラストは緑色の肌ではあるが、見た目と体型は普通の人間のものだった。1947年6月24日のケネス・アーノルド事件、同年7月のロズウェル事件により、米国内では空飛ぶ円盤に対する関心が高まった。ユーモア作家のハルボイルによる全米に配信されたコラムでは、1947年7月初めに空、 飛ぶ円盤に乗っていた火星から来た緑色の男について研究している。しかし、ボイルは緑色の火星人を小さくとは描写しなかった。1951年、マックレーノルズがザケースオブザリトルグリーンメンという SF 小説を刊行した。この本は人類の中に紛れて住む宇宙人を調査するために雇われた私立探偵を題材としている。 作中の探偵は、空飛ぶ円盤の宇宙人のことを、あざけるように親しみを込めて、リトルグリーンメンと呼んでいる。表紙のイラストでは、古典的なアンテナが頭から突き出ているリトルグリーンマンが描かれている。マック・レーノルズは、1968年に最初のスター・トレックの小説を書くことになる。1950年の初頭、空飛ぶ円盤が墜落して、乗っていた。 小さな人間が回収されたという話が新聞で物語に乗り始めた。その大部分は虚偽だと考えられていたが、宇宙人についての話の一部は雑誌、バラエティのコラムニストであるフランクスカリーによる1950年の本ビハインド・ザ・フライング・ソーサースに掲載され、この本は人気となった。1950年6月、カンザス州ウィチタの新聞にて、 空飛ぶ円盤を目撃したという人は、髭を生やした小さな緑色の男は、絶対に見ていないと述べた。同様に、電子検索では、ニューヨークタイムズや、ワシントンポストで少なくとも1951年まで、ロサンゼルスタイムズ、シカゴトリビューンでは1952年まで、SF や空飛ぶ円盤について言及するときに、リトルグリーンマンという言葉が使用されていたことが、示されている。 ニューヨークタイムズでこの言葉が使われた次の例は、1955年の火星人ゴーホームという SF 風刺小説の書評である。そこでは火星人が予言されていた通りの見た目の不快なリトルグリーンマンとして描かれている。その後の例では、1957年11月に全国的に公開された UFO の目撃情報に続いて、 ワシントンポストのコラムニストフレデリック・アスマンが次のように書いている。新しい空飛ぶ円盤の流行。この国のすべてが再び空飛ぶ円盤だらけだ。これまでのところ、天体の乗り物からリトル・グリーン・マンは現れてはいないが、数日中に現れたとしても私は驚かないだろう。この言葉は他の文脈ではもっと早く現れる。映画ゴシップのコラムニストヘッダ・ホッパーは、 1939年に映画オズの魔法師の子役たちに対してこの言葉を使用しセットの中で酒を飲むなといさめられた。1942年のロサンゼルスタイムズでは海兵隊のジャングル戦闘の訓練の写真の説明でこの言葉が使用されている。この例ではリトル・グリーンマンは名祭を施した日本人兵士を指していた。同様に 1942年のワシントンポスト誌では、戦争特派員を殺しかけた、迷彩を施した、日本の狙撃兵に対して、リトル・グリーンマンという言葉を使っている。宇宙人に対して使われる以前には、古くからの伝説、民間伝承や、近年のおとぎ話、子供向けの本で、ゴブリンなどの様々な超自然の存在を表すために、リトル・グリーンマンという言葉がよく使われていた。 ウビックは19世紀と20世紀初頭の文学におけるそのようないくつかの例を指摘した。例として、ラドヤード・キップリングの1906年の作品、プークが丘の妖精パックにリトル・グリーンマンという言葉が登場する。他の例として、ニューヨーク・タイムズとシカゴ・トリビューンでは、1902年のザ・ギフト・オブ・ザ・マジック・スタッフというタイトルの自動書の書評で、 リトル・グリーンマンという言葉が使用されている。リトル・グリーンマンは超自然的な存在で、少年の友人であり、彼が雲の世界の妖精を訪ねるのを手助けする。ニューヨーク・タイムズで次に使用されるのは1950年で、詩人、小説家、ロバート・ネーさんによる1927年の小説座、ウッド・コーター、S ・ハウスのウォルト・ディズニー・コーポレーションによる、 映画化の予定についての記事で使用されている。映画内で唯一のアニメーションによるキャラクターは姉さんのリトル・グリーンマンであり森の動物の仲間である。ただし、この映画は制作されなかった。1923年シカゴトリビューンやワシントン・ポストなどの新聞に掲載されたエリザベス・ヨーク・ミラーの連続小説ウェン・ハーツ・コマンドには元精神病患者が登場し、 その人はまだ、リトルグリーンマンを見ており、同輩の患者が火星の住人と会話していたと話している。想像上の小さな緑色の存在の他の例は、1936年の新聞の医師とその診察を皮肉ったコラムに見ることができる。そこでは、彼らは中年期に衰退し、大きな耳を持つ小さな緑の男の幻覚を起こし始めているとしている。 コラムニスト、シドニー・ J ・ハリスは1948年に、子供の想像上の友人を指すのに、リトル・グリーンマンという言葉を使用し、子供にブギーマンの話をして、怖がらせる古い伝統を強く非難した。これらの例は、リトル・グリーンマンという言葉が、空飛ぶ円盤の時代よりずっと前から、様々な超自然的な、架空の、または神話的な存在を表すのに使用されており、 英語の日常語に深く浸透していたことを示している。また、オズの魔法師の俳優や名祭を施した日本人兵士への言及など、想像上のものから実在のものに容易に拡張されているようである。同様に、ウビックラは1947年に空飛ぶ円盤が登場すると自然に即座に現代の洋法へと遷移したと考えている。 1950年代初めまでに、この用語は、空飛ぶ円盤の登場者への言及として、すでに一般的に使用されていたことからも明らかである。1954年までに、リトルグリーン盤のイメージは、国民の集団意識に刻まれた。さらに電子検索によれば、この用語は1960年代にはますます、一般的になり、常に嘲笑的。 またはユーモラスな方法で使用されていた。1960年のシカゴドリビューンでは宇宙人の外見と成功に関するハーバード大学の人類学者の推測についての記事を一面に掲載した。この記事の書き出しは宇宙に本当にリトルグリーンマンがいる場合、おそらくリトルグリーンウーマンと成功するだろうという文章から始まる。そこには漫画が添付されていて、 二人の愛し合っている、ケンタウロスのような容姿の男性と女性の宇宙人が描かれており、彼らの頭からはアンテナが突き出ている。この記事は、リトルグリーン版ンの命名は、アメリカ国立電波圏問題の夫シュトルーベ、大長による。おそらく地球外から来た人たちが、自分たちの間でそう呼び合っていたと、彼は言った。という謎めいた一文で終わっている。この言葉は、 ウォールストリートジャーナルの解説にも登場する。同志で最初に使われたのは1960年 NASA の委託を受けたブルッキングス報告書の記事である。この報告書は地球外生命の発見による社会への影響を研究したものである。同志は報告書が揺れるアンテナを持ったリトル・グリーンマンが敵対的であると仮定して過度に悲観的になっているとコメントしている。 同志で他に使われた例は、計画されていた UFO に関する議会の調査について、述べた1968年の社説の中である。筆者は、議員らがいかにして、リトルグリーンマンに対し、召喚状を発するつもりなのかと皮肉っている。1969年、同氏は、空軍から委託された、コンドン委員会の UFO 調査が、お金の無駄であるとコメントした。 社説では、たとえ彼らが UFO にリトル・グリーンマンがいることを証明したとしても、私たちはそれについて何をすべきであるか、と述べている。1965年、テレビアニメ、原始家族、フリントストーンにリトル・グリーンマンが繰り返し登場した。第145話から登場したグレートガズーは、背が低く、体が緑色で、ヘルメットにアンテナがついており、 典型的なリトルグリーンマンの表現となっている。しかし、1960年代には、人々が想像する典型的な宇宙人の姿は変わっていた。宇宙人による誘拐の話では、彼らは身長は小さいが、体は緑色ではなく、灰色となっている。アーサー・シー・クラークの2001年宇宙の旅では、宇宙人の姿は目に見えない。グラフィック・ディピカション・オブ。 ベーグリーンエイリアン。現代では、小さな緑色の宇宙人像と、リトルグリーンマンという用語は、真面目な SF 関係者の間では使われなくなっており、SF についての十分な知識を持たない人によって、または、宇宙人が存在するという概念を嘲笑するために、使用される。ただし、スターウォーズシリーズのようだなどの一部の例外は除く。その代わりに、小さな緑色の宇宙人像は、主に、 子供向けのメディアの世界に移行したように見える。ポケットモンスターに登場するポケモンの一種、リグレーは、デザイン、特性、および英語名が、リトルグリーンマンに基づいている。宇宙開発シミュレーションゲーム、カーブルスペースプログラムでは、ゲーム内に登場する唯一の種である、カーバルは、体に比べて大きな頭を持つ、小さな緑色の人型の生物である。クリミア危機。 ウクライナ東部紛争の際、ロシア軍の武器や装備品を装備式称をつけていない覆面兵士が作戦に参加した。彼らはメディアによって火星人、またはリトル・グリーン・メンと呼ばれた。1967年、イギリス・ケンブリッジ大学のジョスリン・ベル・バーネルとアントニー・ヒューイッシュが史上初めて発見されたパルサーにリトル・グリーンマンにちなんで LGM-1 と名付けた。 それは、その天体から発せられる信号の規則的な振動が、知的生命体によるものだと考えたためである。その天体は後に CP1919 に解消され、現在は PSRB1919 プラス21と呼ばれている。AB クリスウィック、クリスウィックウェブサイトサマーアイシング、サーチフォーアーリーユーズオブリトルグリーンメンターム。 二千七年七月六日閲覧。一九百十、一九百十九。ヒューマノイド・サイティング・リポーツ。ufoinfo。二千十三年六月十七日閲覧。アーミステリアス・ワールド・ a ・コレクション・オブ・ウィアード・ネス・ w e ウェブアーカイブ。org。二千七年十二月十一日時点のオリジナルよりアーカイブ。二千十三年六月十七日閲覧。 コープス、クリスティ・タイムズ、ノーベンバー o v e m b e r 1, 1938, ページ1、av-a-i-l-a-b-l-e-a-t-e-l-e-c-t-r-o-n-i-c-n-e-w-s-p-a-p-e-r-a-r-c-h-i-v-e-s-o-f-a-n-c-e-s-t-r-b-a.com, ハット、カバーイラストレーション ?ufopop.org, 2013年6月17日、閲覧。 カワイイラストレーション、エクサープトオブブックオーサーバックグランドハット、シフィピディア、ビハインドザ・フライング・ソーサース・アーカイブド2007年11月15日、アットアーカイブ、イズ、ハットウィッチ・タイ・イーグル、ジューン30、1950、リープラダスト・イン・ USAF プロジェクト・ブルーブック、レポート・ハット・リ・リトル・グリーン・メン、UFOUPDATESLIST.com 2013年6月17日閲覧。Example Column in Austin Statesman, November 9, 1957, Reference to at u f o o d d a t e s h a t More Details on LGM, Quotes and Other Examples.ufoupdateslist.com2013 年6月17日閲覧。ローゼンバーグ・スティーブン・ウクライナクライシス ミーティングザ・リトル・グリーン・メンドネツク BBC ニュース HTTPS www.bbc.com ニュースワールドヨーロッパ -2723 万16492014年5月1日閲覧ロイター HTTP モービレロイター .com アーティクルイジュースブリア4 e 0 6 e 2 0 1 4万515 フィードタイプ、イコール RSS&、アイハーピークイコール932、リトルグリーメンオアロシアンインベーダーズ。BBC、https、www.bbc.com、ニュース、ワールドヨーロッパ -26532154、ホーリーバカディスパッチ、アンイージーカームフォローイングテイクオーバー。 ラジオフリーヨーロッパ、h t t p w w f i r o r g コンテント、ウクライナスモーキングロシアンガン、2533万4376、html ハット、in the center of eastern ウクライナ、s、セプリティストムーブメント、the people's mayor speaks out。ビスネスウィーク、2014年9月14日閲覧。ウェイティングフォー、 ザ・ニューヨーカー、2014年9月14日閲覧。ありがとうございます。